前回ジャンヌ・ダルクの登場と100年戦争における転換点について見ていきました。今日は100年戦争の終結とその戦争について掘り下げていきます。100年戦争はヨーロッパにどのような影響を与えたのでしょうか。見ていきます。1、戦争の変遷と社会への影響、変革の戦場。100年戦争の期間中、ヨーロッパ戦争史における重要な転換点が見られました。この時代、伝統的な中世の騎士制度が徐々に衰退し、より組織的で近代的な戦争の形態へと変化していったのです。戦争の主役は高貴な身分の騎士から賃金を得る傭兵へと移行しました。これら傭兵はしばしば統制が効かず、戦争が一時的に終結すると、彼らはしばしば農村部を荒らし回り、無防備な農民から保護金と称して金品を強奪することもありました。騎兵隊の優位が薄れる一方で、歩兵や弓兵が戦場での重要な役割を担うようになりました。特に調厩兵はこの時期における主要な戦力として台頭し、多くの戦いで決定的な影響を与えたのです。また火薬の使用が普及し始め、大砲や初期の鉄砲が戦術に革命をもたらしました。これらの技術は戦争の様相を根本から変え、要塞や城壁の防衛方法にも大きな変化を強いられました。このような軍事技術の進展と並行して、シャルル7世はフランスにおける常備軍の維持を図るため、重税を課す政策を採用しました。これによりより安定した軍事力の維持が可能となり、国王の権力が地方の封建領主たちに比べて強化されることにつながりました。この常備軍の設立は、国家としての組織的な軍隊を持つ近代国家の方がを示すものであり、後のヨーロッパ各国の軍事組織に大きな影響を与えました。 2. 戦争の終結とジャンヌの役割、100年戦争の終章。ジャンヌ・ダルクの登場後、100年戦争下にある両国はどのように変化し、終結へ向かったのでしょうか。その過程を見ていきましょう。和平の扉、アラスの和訳。1435年に締結されたアラスの和訳は、100年戦争中のフランス王シャルル7世とブルゴーニュ公フィリップ全領公との間で交わされ、戦争の流れを決定的に変える出来事でした。ジャンヌ・ダルクの影響力と彼女がもたらした国民的な結束は、シャルル7世がブルゴーニュ派との和平を推進する重要な動機となりました。アラスの和訳は、それまで英国と同盟していたブルゴーニュ派との関係を終結させるものであり、これによりフランスは内部の分裂を克服し、統一された戦線を形成することが可能となりました。ブルゴーニュ派の離反は、イギリスのフランスにおける戦略的な支持基盤を大きく揺るがし、シャルル7世の政権にとっては軍事的な優位を確立する絶好の機会を提供しました。和訳の締結はリールでの会談を経て成立し、フランスとブルゴーニュ派間の友好関係を確立するとともに、シャルル7世がブルゴーニュ公に対して数多くの領土譲渡を約束することで合意に至りました。この政治的な妥協は、長期間にわたる敵対関係を解消し、フランス国内の安定と統一をもたらす一方で、英国の影響力をフランスから追い出すことに成功しました。パリ解放、リシュモン元帥の進軍。1436年、フランスの首都パリが英国の占領から解放されたことは、100年戦争中の重要な転機となりました。この解放はリシュモン元帥アルキュール・ド・リシュモンが指揮を取るフランス軍によって成し遂げられました。ジャンヌ・ダルクによって再燃した国民的な熱意が背景にある中でのこの行動は、フランス人にとって大きな象徴的意味を持っていました。パリは長らく英国勢力の重要な拠点であり、その支配下にあることはフランスの国家的自尊心にとって大きな打撃でした。リシュモン元帥の軍隊がパリに入城した瞬間、フランスの首都が自国の手に戻ることで、国内の士気が劇的に向上しました。この成功は、フランスが国内の統一と自立を取り戻す過程で不可欠なステップであり、英国の支配からの脱却という目標達成への信頼を国民に深めさせました。リシュモン元帥の戦略的な進軍とパリ入城は、単なる軍事的勝利以上の意義を持っていた。パリの解放は、ジャンヌ・ダルクの犠牲が無駄でなかったことの証明ともなり、フランス国民の一体感をさらに強化する結果となりました。ノルマンディの回復。1450年、フランス軍はノルマンディの地を奪回するために大規模な軍事作戦を展開しました。この作戦は
100年戦争中にフランスが経験した多くの軍事的試練の中でも特に戦略的な意義を持つものでした。長年にわたり英国の支配下にあったノルマンディはフランスの歴史と文化に深く根ざした地域であり、その奪回は象徴的な勝利を意味していました。この戦略的な軍事行動はフランス軍が英軍を圧倒し、地元の住民からの支持も得ながら進行しました。ノルマンディの地理的な位置はフランス北部の安全保障において極めて重要であり、この地域を掌握することでフランスはさらに英国の侵攻を防ぐ手段を強化することができました。またノルマンディは農業が盛んな地域でもあったため、経済的にもその奪回は大きな意味を持っていたのです。フランス軍の勝利は戦争末期における一連の成功した軍事作戦の一部として国内の士気を高めるとともに、フランス国内の統一と安定に向けた重要な一歩を示しました。ノルマンディの奪回はフランスがその主権を確固たるものにし、国土の完全な解放を目指す過程で重要なマイルストーンとなったのです。この軍事的成功はシャルル7世の王権を強化し、その統治下でのフランスの回復力と統合力を国内外に示す象徴的な出来事となりました。またノルマンディの奪回は100年戦争の終結に向けての勢いを加速させました。最終局面、ボルドーの占領。1453年、100年戦争の最終局面としてフランス軍によるボルドーの占領が行われました。この戦いは長期にわたる英仏間の対立を終結させ、フランスにとって歴史的な勝利をもたらしました。ボルドーはイギリス勢力がフランス国内で最後に保持していた主要な拠点の一つであり、この地の奪還は象徴的な意義を持っていました。フランス軍は地元民の支持を受けつつ、戦略的にボルドーへと進軍しました。この占領作戦は軍事的な準備と精密な計画に基づいており、フランス軍は圧倒的な力で英軍を追い詰めました。この成功はフランス軍の士気を高めると同時に、国内外にフランスの再興を宣言するものでした。ボルドーの占領により、フランスはイギリス勢力を国土からほぼ完全に駆逐し、国内の主権を完全に確立することができました。この勝利は100年戦争を通じて続いた不安定な国内情勢を終わらせ、フランスが一つの統一された国家として前進する基盤を固めることに寄与しました。さらにボルドーの占領はフランスの中央集権的な国家体制への移行を促進しました。シャルル7世の下でフランスはその後の行政的な整備と国家機構の強化を進め、中央政府の権威が地方の封建勢力を上回るようになりました。3、戦後のフランスとイギリスの動向、王権と国家の形成。100年戦争後のフランスとイギリスの社会及び政治状況は、それぞれ異なる道を歩むことになります。フランスとイギリスのそれぞれについて、重要な変化を見ていきましょう。フランス、再統一と国王権の強化。戦争終結後、フランスはシャルル7世の治世の下で国内統一と中央集権化を大幅に推進しました。この時代国王権力の強化は特に顕著であり、シャルル7世はプラグマティックサンクションとして知られる法令を発布しました。これによりフランス国内の教会事務に対するローマ教皇の影響力が制限され、国王が教会の任命権を手中に収めることで政教分離の基礎を固めました。さらに常備軍の設立も進められ、これによって国王は封建領主たちに依存しない自身の軍を保持することが可能となりました。これらの改革は国内の封建制度を弱体化させると同時に、国王の中央集権的な権力を強化する効果を持ちました。国王直轄の軍隊による支配は地方領主の権力を抑え、中央政府の命令系統を確固たるものにしました。また法制度や行政の統一はフランス国内の治安維持と法の支配を確立し、社会の安定と経済発展を促進しました。イギリス、バラ戦争と絶対王政の方が。100年戦争の終結後、イギリスは国内の政治的な風景が劇的に変化しました。王位継承をめぐる激しい対立がランカスター家とヨーク家の間で生じ、この争いは後にバラ戦争として知られるようになりました。これらの衝突は約30年間にわたり続き、国内の不安定と封建領主の力の低下を引き起こしました。バラ戦争の根底には王位をめぐる直接的な血統争いがありましたが、その背後には経済的、社会的、政治的な要因が複雑に絡み合っていました。
この内戦は多くの封建貴族が戦死することで彼らの力が衰え、中央政府による統治を強化する契機となりました。1485年、ヘンリー・キューダー、後のヘンリー7世がボズワースの戦いで勝利し、キューダー朝が誕生しました。ヘンリー7世は即位後、封建制度の弱体化をさらに進め、中央集権的な政府機能の強化に努めることになります。4. 文化と知の交流、ルネサンスへの道。1453年、百年戦争が終結したこの年はヨーロッパ史において転換点となる年でした。この年、長期にわたる百年戦争が終結し、同時に遥か東方ではコンスタンチノープルがオスマン帝国によって陥落しました。これら2つの出来事はそれぞれがヨーロッパの文化的および政治的風景に深い影響を及ぼしました。コンスタンチノープルの陥落により、多くのビザンツの学者や芸術家が自らの生命とともに数千年の知識と文化を運び、安全な避難地を求めて主にイタリアへと逃れました。これらの学者たちはギリシャ語の古典文学、哲学、科学のテキストを携えており、西ヨーロッパでそれまで一部しか知られていなかった古代の知識が再発見されることとなりました。特にフィレンツェをはじめとする北部イタリアの都市はこれら学者たちを歓迎し、彼らの知識と技術が地元の芸術と文化に新たな息吹をもたらしました。この文化的な盛り上がりが後にルネサンスとして知られるようになる知的な復興の始まりでした。フィレンツェではメディチ家などのパトロンが芸術家や思想家を支援し、人文主義の理念が花開いたのです。古典文化への回帰とそれに基づく新たな創造が芸術、建築、文学、科学において革新的な進展を見せ、ヨーロッパ全体の知的地形を一新しました。こうして百年戦争の終結とコンスタンチノープルの陥落がもたらした平和と学問への新たな接触は、西ヨーロッパにおける文化的な爆発、すなわちルネサンスを促進する重要な契機となったのです。この時期は古典古代の知識が復興し、新たな文化的な理想が確立されたことで、ヨーロッパが近代へと向かう道を切り開いた重要な時代であったといえます。まとめ。百年戦争はただの領土争いではなく、近代国家の形成期における重要な段階でした。この長い戦争を通じてフランスとイギリスは国内の政治構造を再編し、近代の国家システムへの道を開いたのです。この動画が百年戦争の理解に役立ったことを願います。さらに詳しく学びたい方はぜひ登録してコメントでご意見を共有してください。次回の動画でも歴史の奥深さを一緒に探っていきましょう。